ヨハン・ファイン・リヒ・フュー・スリーによって描かれた、釣り上げたヨルムンガンドを、ミョルニルで倒そうとするトール。スウェーデンのストックホルム、セーデル・マルムにある、ヨルムンガンドとトールの像。ヨルムンガンドは、北欧神話に登場する独者の怪物。その名は、大いなるガンドを意味する。ロキが、巨人アングル・ボザとの間に設けた、またはその心臓を食べて産んだ3匹の魔物のうちの1匹。 日本語訳では、ユルムンガンド、イオルムンガンドルなどが見られる。他の故障としては、ミドガルズオールム、ミズガルズノオロチ、ミッドガルドオロチ、ミッドガルドヘビ、世界ヘビなどがある。スノーリノエッタ第一部、ギュルビタブラカシ、第34章によると、ヨルムンガンドラ子供たちがいずれ神々の脅威となる、ことを予見した主神オーディンが、 ヨトゥンヘームで育てられていたヨルムンガンドを連れてこさせ、海に捨てた。しかしヨルムンガンドは、海の底に横たわったまま、水ガルズを取り巻き、さらに自分の王を加えるほど巨大な姿に成長した。こえったの、ヒュミルの歌第22から24節及び、ギュレビタブラカシ第48章の伝えるところでは、雷神トールが、巨人のヒュミルと共に船で釣りに出た際、ヨルムンガンドを釣り上げ、 鉄対、ミョルニルで倒さんとした。しかし、ギュルビタブラカシでは、船が沈むことを恐れたヒュミルが釣り糸を切ってしまった、ため、海中に逃がしてしまった。ヒュミルの歌においても、ヨルムンガンドは、頭部に一撃を受けながらも海中に逃れている。また、ギュルビタブラカシ第46章で語られる、トールが、 巨人の王ウートガルザ・ロキの宮殿を訪れた際のエピソードでは猫を持ち上げて床から足を離してみせようと言われたトールが猫の胴を高々と持ち上げたものの床から離すことができなかった。猫とは実はウートガルザ・ロキの現実によって猫の姿に見えていたヨルムンガンドであった。ギルビタブラ歌詞第51章ではラグナロクが到来するときヨルムンガンドが 海から陸に上がり、その際に大量の海水が陸を洗う様子が語られる。また同書をおび、コエッタの巫女の予言では、ヨルムンガンドとトールの戦いが語られる。トールは、ミョルニルを3度投げつけ、ヨルムンガンドを打ち倒すことに成功するが、最後に吹きかけられた毒のために命を落とし、決着は、相打ちという形で終わることになる。17世紀の写本。 AM73842 に描かれたヨルムンガンド。ありがとうございます。